初めて1回目のペレルだけどうまくいくのかな。てか指令ってあるんかな。なんかすごい見覚えある部屋。ギャッ、死んだらトム・ブラウンしてくだち。俺トム・ブラウン。おう、どっから来たんですか。な、これがアレチや。はい。うん。で、今日はアレチ一発目のフェラルや。わかるな。はい。はい。うん。今まで生きて散々やってきたけど、はい。ここで死んだ意味がない。はい。ってことで、今日もしフェラルで死んだら、次からウサはトム・ブラウンやから。トム・ブラウンのセンターやってもらうから、次から。センター使う？あの人たち二人ですけど。うん。だから三人になってもらうで、ガッツァイやもん。うん。もうピスタチオ卒業や、ウサは。なんで、うん、なんでだから言うなっつって。言うなっつって。うん、ってことでね、はい、ちょっとね、ちょっと時間なくて、マジでゾンビ多いんだよ、こっち。はいはい。だから、まあなんかとりあえず今まで作ったような拠点、ちょっと模したのを作ったから、とりあえず今日それで頑張りたいんだけど、はい、死んだらだから3人目のトム・ブラウンとして活動してもらうから、だからそれやるのになっつってんの。はーい。はい、ってことでね、ご覧の通り見渡す限り荒れ地ですよ。でね、ちょっとね、仮拠点にした場所が、町の中心だったせいか、ゾンビがひっきりなしに来ちゃうんすわ。で、ちょっとね、言い訳したくないんですけど、ちょっと拠点も作りにくかったんで、サクッと作ってみました。今回の、そのサクッと作った拠点、こちら、どう？はい、見たことある？で、ちょっとね、でもちょっと、昔と違うところが、はい。穴が浅い。はい。うん。で、まあまあ、別にこれ穴を落とすのが目的じゃなくて、まあ上からね、まあいつも通り投擲を投げてね、はい、うん、ズッコンバッコンやって、はい、で落ちたやつをここね、ここタレット、うん、うん、まあこいつらに倒してもらおうかなと、はい、うん、はい、で我々がいる場所そっちね、一発いけるかなこれ、ウィジャンプ、あ、いけない、いけた、で、で、ちょっと見えにくいなこれ、はい、よし、これでまあうちらはね、ここからひょこひょこひょこ投げて。まあ、言えんかったな。下回んないんすよ。荒れ地やからな。で、ウサは、はい、忙しいで、ウサは。はい。うん、なんでなんでって言いながら、はい、ここ上下して、はい、ここね、玉の詰め替え、タレットの。うん。うん、いいですね。安全にできて。はい。俺は上で、飯を食ったり、飲み物を飲んだり、投擲を投げるっていう忙しい仕事があるから。はい、はい。で、これが、信頼とね、実績のタレットを2つね、これ、取り用。はい、はい。うん。で、スポットライトを照らして、まあ勝てるでしょう。まあこの支柱のね、このブリッジっつうか、これもね、まあこっちまで攻めてこられたことないんで、まあまあまあ死なないでしょうって、まあ死んだらウサがトム・ブラウンするだけの話やから。まあでも荒れ地のゾンビ強いって聞いたんで、ちょっとなんか楽しみっていうか不安っていうか。あ、そうだよね。ただね、はい、一発目はね、ちょっとまだうちらベイビーちゃんやから。うん、今日は狂気ではないと。あ、なるほど。もう一回言うわ、狂気ではないと。お手柔らかに。うん、そうそう。はい。だから俺らが一番気をつけなあかんポイント一つな。はい。ここ落ちたら積む。あー、確かに積むな。そう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 。はい、足折れたら多分二度とこっちの戻ってこれんから。はいはい、うん。ってことでね、まあまあまあサクッとね、まあ一回目なんでね。はい、まあ日にちで言うと100日は超えてんのかな、約5日目か、そうですね、はい、うん、ノーフェラルフォードまで、じゃあ竹林しましょう、ほい、なんか、うん、屋根の上に誰かいません、マジ、もうフライング、なんか来てくれたんや、仁王立ちの人いますね。来てくれたんや、え、危なくない、誰、ええ、あれ、はい、あの妹みたいな存在の子、またかよまたかよ、そんなんじゃねえで、それはええんや、それはええんや、違う違う違う、発表があります、はい、もう始まりますが、はい、急遽やっぱり狂気にしちゃいました。ってことで頑張りましょう。嘘、なんで狂気にしたの。いや、せっかくやからだってもう。
あんだけ生きっとってんから、やっぱ狂気でやらなダメっしょな、ジェン。やばいやばいやばい、ジェンはどうでもええわ。ジェンが狂気勝てる人すごいって言おったから、どうでもええわあいつ。あー、なんか太陽がキモい。おにょ、おー、来た来た来た、来ましたね、来ましたね。ほんまに強えのか、レチ。これは…燃えとけや。変わらんの。あ、大変。あ、なに。操作入れてなかったです、ごめんなさい、オンにしますオッケー、行け。そうだよね、なんか静かやなと思ったんだよ。なんか私もなんか、あれ、なにこの静かなんとか思っちゃった。ヘペロ全然可愛くないで。ヘペロです。あと、はい、今それテヘペロって聞かんけどな。はいはい、あー、これ楽勝っすわ。なんか月が入っていいですね、これは。ちょっとええやんな。まあちょっと余裕があったら、ちょっといいサムネでも撮っといてよ。はい。やべえ、死んだ、ごめん。はぁえ、なんで死んだの今。え、なになに、なにされたの。ちょっと待って、うるさいな。え、トム・ブラウンはねえねえ、ちょっと静かにして。トム・ブラウンはね、ちょっと待って、静かにして。うわ、めっちゃ俺やん。ててててててて、やっぱりやっぱり。ちょ待って、俺が荷物取れるかどうかがちょっと…行きます。まずいまずい。戻ってきました。戻ってきた。そのすぐ横、すごい人が…なんか…ちょちょちょ…待って、あ、いてててて、落ちちゃった。うそー、なんでなんで、びっくりしちゃった。ちょ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 、なんで登ってこんの、向こう。そうなんですよ。え、あれ階段にした方が良かった、もしかしてかなぁ。え、でもまあ一部は来てるんですけど。そうだよね、びっくりしたし。え、ちょっとまずい、痛い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 、行けよい。なんかやたらこっちばっか。拠点ミスか、これ。なんだろう、姉ちの洗礼受けてるわ。それはこの間なんかウサ受けてたみたいやけど。ちょっと待ってよ。おてててててて。もしかしてさ、はいはい。これ下、これ空洞やから、ここ入ってこようと人を叩いて。あ、この中、そこ、あの卵のところ。やばい、壁が壊されそうになった。ちょっと待って、直すわ。ウサウサウサ。まずい、登ってきた。上はウサに任せて。ちょちょちょ、強化強化、ちっちゃい。やばい、ウサごめん、強化強化素材持ってないよ俺。あー、私も持ってないや。とにかく横がやばい。ちょっと待って、ちょちょちょ、ここ埋めよ。はい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 、ちょっと待ってよ、なんか鉄鋼ブロックがあった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 。ちょ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 、すごい来てますね、横に。待って、埋めるここ。うん、埋めたら多分登ってこれんと思うから。うん、よしよし、オッケー。これ勝てるやろ、もう。あ、みんなあっち流れたやろ、もう。あ、流れた流れた、こう多分上がれん、ね、穴開けとったから、ルートを認識だったんじゃないかな。一部まだちょっと登りたがりがありますけど。ふぅ、危ない危ない。ジェン見てっかな。ジェンもびっくりだわ。よし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 、なんてこったい、普通のフェラルフォードじゃん、こんなん。ほんとですよ。
たいよ、でも12時はもう超えてますね、なんだかんだね。待って待って待って、死ぬうそ、あ、でもタレットが動く今日ってことはいい仕事してんのかな。はい、でもただ補充がもうちょっとできなくなっちゃいました。やばい、上がってきてるよ、よし、これがこれがアレチのフェラルフォードっていうか、多分普通のフェラルフォードや、これが嘘、あ、猫想定外に痛い、痛い、死ぬ想定外に対してね、どういう風に対応するかね、人のねああいうのが、人のああいうのが決まるんでもう分かった、ちょっとウサ、ちょっと頑張ろう、ピスタチオ解禁するわ、はい、頑張るわなんてもうなんてでも俺思ったんやけど、はい、はい、なんでっつってんの、なんのじゃないの、あの人って、あ、なんか、あの、いろいろあるん、なんでも、なんのもあるなんはい、なんかまたわからんことあったらウサに聞くわ、ランキングは発表しますって言って、なんあー、なるほどな。で、1位何々ですか、いや、だから何の、 ごめん、まだそのピスタチオの話続くかなごめん、まだ続きそう今ちょっとあの、セブンデイズ中やからさ、また後でゆっくり聞くから、ごめんな、ちょっと今はすげーピスタチオが好きな人だったんですか、私が上がってくるな、ちょいちょい、はい、もっと距離長くするんだった、クソ。でもなんだかんだ、なんだかんだね、まあ、最初ちょっと不良の事故があったけど、あれなんだったんやろね、なんだったんですか、急に死んでびっくりしました。俺もいや、一番びっくりしたの俺やから、そんな言われてもおー、怖っ、あっちょー、鳥か、すごい疲れてるし、なんか私感染してるし真下が見えんからな、状況が、あー真下はちょっと、あ、でもだいぶ減りましたかね、一時の、うん、ゾンビタワーからは、まあ下に乗るやつはちょっとタレットに任せて、これもう横叩かれてないやろ、だって叩かれてはないね、あ、でもちょっとだけいるのか、まあ、だからね、根強いファンがでもね、一応これ見た目じゃ分からんけど、はい、あのアルファベットの文字貼り付けて、あ、強化してるから、うん、一応二重扱い、あ、でも下に乗るな、頭が今ふわっと浮き出たな、さあ登れんのかな、あー、やっぱいるな、あれ傷ついてる、なんでなんでなんで段差作ってたから、下に溜まり込んでんのかな、もしかして入り込んでるで、可能性があるな、今ちょ、真下っつうか横燃やしてます、いやー、いけるかな、これ。うん、まあ、これはね、拠点紹介っていうよりかはね、はい、荒地に来たちょっと思い出のね、ちょっとあのブラフをね、ちょっと動画に残しただけであって、はい、別にノーデス目指してないし、別に何、何、うん、うん、何、うん、まあ、いけそうか、うん、なんとなくね、おっと、
言うほど投擲投げてへんし、あ、本当ですか。私結構投げてますよ。あ、本当に？ナイスナイス、はい、どうした、マスター。マスターどうした。終わったな。ん？違う、なんか下の発電機壊されてる。上のライトとショットガンが動いてない。バンク壊された。うん、壊された。下多分止まってますよね。ライトも消えてるし、うん、消えてる消えてるちょっと鳥来た、やべえな。はい、下の発電機壊された。まあ下に入られてたからな。うん、そっかそっか。なんだろうね、坂道より階段にした方がええんかな。そっか、空洞がダメだったんかな、下の。まあ、空洞だろうな。あそこになんかある判定になる、行ける判定になっちゃうのかな。部屋頑張れば入れる判定なんかな。あ、そうそうそう、く部屋がある判定みたいな。そう、また一つ学んでいったそうそう、これまた一つ学んでな。うん、いやー、今日学んじゃったからさ、はい、次からまた賢く強くなっちゃうよごめんなさいね、ごめんなさいね。覚えろ全員そう、そっかそっか、やっぱ上に置くべきやな、ああいうのは。そうですね、やっぱかっこよさを追求したんですけどねまあ俺ちょっと調子こいてロケラン持ってきたから、とりあえず売っとくわ。あ、本当に気をつけてください。はーい、さっちょっと抜いて。はい、あ、わー、下から下からゾンビがジャンプしてる。あれ、ここ入り込んでる、多分この下ああそうなんやけど、あれ弾がこれじゃない、こっちか。まあ、1万あるからまだ大丈夫か。困ったもんですそう、余裕ぶっこくすぎてね。はい、修復する素材を持ってきてないって忘れちゃいましたバタバタしてたっつうのもあるんですよね。よし、どこに入る。うん、調子こくねえやロケラン所持しとんやぞ。マスター、でもあと1時間やで。あ、ほんとだ。下に一発。おお、明るくなった、明るくなった。おお、入ってきてるいやー、これはフェラルゴの後片付けが大変そうだな。そうですね、ちょっとしねい。ああ、中に入っていますね、もう。おお、どっから入ってきやがった、本当に。あ、いや、もう早く終わって、もうやだはい、あれ落ちてません？大丈夫ですか？ちょっと待って、ジェーン。ジェーンちゃうわ下、ついでに下どうなってるか見てきてくださいえ、ごめん、俺もそっちじゃないんですわ痛い、あ、ちょ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 、つい、死ぬ、まあ、ジェーン、どう思う？働いて何見とんな疲れちゃった、俺もなんやで、うっとうしい、うん、そこから打って頑張ってくるな。
本当俺もあっち行きたくないんやで。よし。ほっ。よしと。うん。おかえりなさい。うん。危なかったわ。まあ確かに危なかったです。あれでもなんかやっぱ、まあもうあと10分ぐらいやし。はーい。よし、あかん。あれ爆発するやつやん。あー危ない危ない。でもあれってさ、仲間同士も入るんかな多分。じゃあ、ええやん、あいついいのかどうかわかんないですけど。よし、終われ。もうちょい。やったー。やったかどうかわからんけど、終わった。ちなみに、私はノーです、うん、です。じゃあ、もう残り全部ウサが片付けてよ。そんなん言われ始めたらもうなんか、はい、トムブラウンやりますよ、もう。片付いた？片付きましたよ。うまくいかない。はい、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 ってことでね、なに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 、働いて、ちょっと。はい、ってことで、ね、フェラルフォード、アレチ来て、はい、じめのフェラルフォードね、はい、じめのフェラルフォード終わったわけですが、これね、はい、ここをもう突き破られて、はい、だからバッテリーバンク壊されたんですよね。バッテリーバンク置いたの誰？私。ウサやんな。うん。ってことで今回拠点ちょっとしたミスがあってね、まあ別に、まあ、誰が設置したとかそういうのはどうでもいいんやけど、まあでもとりあえずね、まあ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 いけたんで、今日賢くなったわけだしね、誰かさんは。次からね、はい、またより賢く強く、うん、した拠点の紹介ができたらいいなと思います。ということでね、この後は荒れ地に来た目的はね、やっぱり報酬がいいってことで、はい、そうそう、そのこれからのこのガチャを楽しみにちょっとやっていきますわ。ということで、はい、今回もお疲れ様でした。お疲れ様です。最後までご視聴ありがとうございました。あれあれ、まだチャンネル登録してない人いるのかな。まだの人はポチッとワンクリックよろしくお願いします。登録するといいことあるかもね。